ねえ、私の話聞いてますか？ちょっと。はいはい、聞いてる聞いてる。それは聞いてないやつが言うの。私帰っていい？ダメなの？私に会いたくて呼んだんだよね。仕事終わりで結構疲れてたのに、会いたいって言うから来たんですけど。なのになんかずーっと携帯見てるし。何がしたいのかわかんないんだけど。ねえ、何のために私呼んだの？残業で疲れてるんだけど、日付変わる前には寝たいし、今から帰ったって無理だけど。泊まってっていいの？あ、そう。じゃあなんか、食べていい？お腹すいた。ご飯作るわ。え、何？それもダメなの？なんで？いつも作ってるじゃん。はあ？意味わかんないんだけど。何？今日どうだったって、何それ？私が機嫌悪そうだから気遣って話振ってくれてんの？別にいいよ。スマホ見てたらいいじゃん。見ないの？そう。今日は仕事忙しかったよ。後輩ミスばっかだし、そのカバーしてたら自分の仕事ミスっちゃって、もうやってらんないって感じ。うん。ありがとう。あんたは？今日は何やってたの？いつも通り仕事？そう。ん？パン屋寄ったの？いや、パン置いてあるじゃん。あそこ閉まんの早くない？今日仕事早く終わったの？そうなんだ。え、じゃあなんでいつも通りの時間に連絡？いや、私今日さ、たまたま遅かったけど、別にいつも早いじゃん。そのパン屋空いてる時間に終わったんだったら早く会えたじゃん。ご飯食べに行ったりさ。考えてなかった。私のことは別に考えてないってこと？帰ってきて暇だったから呼んだってことね。そういうわけじゃないって、そうじゃん。私さ、前から思ってたんだけどさ、私のことなんだと思ってる？自分の会いたい時に呼んで、私が会いたい時は連絡返してくれなくて、デートだってずっと言ってないし、なのに帰るなって、連絡はしてって、自分ができてないことを私に求めるのは何？お互い社会人だし忙しいの分かるよ。分かるけどさ、もっとやりようあるんじゃないのって思うの。私のこと好きなんだよね。好きなんだよね。それも言ってくれないの？分かった、もういい、帰る。終電ないからタクシーで帰る。なんで止めんの？あんたのせいでしょ。てか喧嘩したくないの？私喧嘩して仲直りするまで連絡取れないとかさ、そういうのめんどくさいし、今喧嘩したら別れちゃうよ私たち。なんでって、そうじゃん。私のことどれだけないがしろにしてたか自覚ない？付き合いたてはこんなんじゃなかった。たくさん連絡してくれたし、私のこと気にかけてくれたし、帰るって言ったら送ってくれた。タクシーで帰るって言った時にお金の無駄だなんて一言目がそんな冷たい言葉の人じゃなかった。もういいよ。何？痛いんだけど。何？なんで謝ってくんの？とにかく家入ればいいの。分かった。何これ。目隠し。なんで。わかった。うわ、びっくりした。何の音。クラッカー。なんで。目隠し取っていいの。そう。何このケーキ。今日が何の日って。あ、私の誕生日。覚えてたんだ。そう、今まで私のこと適当に扱ってて反省してくれたんだ。そう、じゃあずっとスマホ見てたのも時間見てただけで、ちゃんと話できなかったのも緊張してたってこと。これは誕生日のケーキでもあってお詫びでもあるんだ。本当にバカ。お詫びなんて求めてないし、っていうかこんなサプライズじゃなくて普通に普段から話そうって言ってくれたらいいのに。私こういうなんていうの、うまくいってないよねとか、もっとコミュニケーション取ろうねみたいな話嫌いじゃないし、ってかよくしてたじゃん私から。でも謝るきっかけなかったんだろうなって思うから、いろいろ考えてくれてありがとう。よかった。寂しいの私だけじゃなかったんだ。だってそうでしょ。今までそれでよかったのに、私に対する対応がダメだなって思ったきっかけがあるはず。私が急に忙しくなったからでしょ。今までみたいに会えなくなって、家にも来れなくなって、ご飯作ったりもできなくなって、一人でいる中で思い出したんでしょ、私のこと適当に扱ってたって。本当にバカ。もっと早く気づいてよって。ありがとう、たくさん考えてくれて。ただ一個だけ文句言っていい？目隠しされた状態のクラッカーはテロだと思うんだよね。結構怖かったよ。そらそうでしょ。てか目隠し外してケーキやって、え、何ってなってる中でパーンじゃないの。初手クラッカー、しかも1個しかないのに。どういう順番なのそれ。嫌いじゃないし嫌だったわけじゃないよ。ただびっくりした、すっごい。サプライズとかしたことないんだ。なるほどね。じゃあご飯作る時間そっちのけでこの準備してたってことだから、パンや。なるほどね。本当にバカなんだから。でも私もごめん。私だって自分が忙しいっていうのを言い訳にして、コミュニケーション取れてないから不安だよって話君にしなかった。もっとタイミングはあったのにね。私明日休みなんだけどさ。そう、ていうかね、私も話そうと思ってたんだ。あんた明日休みでしょ。それ知ってたから、家に押しかけてこれからのこととこれまでのことちゃんと話そうと思ってた。だから明日一日暇になっちゃったの。泊まってってもいいよね。ありがとう。私ご飯食べてなくてお腹すいたから、なんか買いに行こう。ケーキもちゃんと食べたいし。で、今日は久しぶりに一緒に寝よう。たくさんお話しして夜更かしして、朝起きても一緒にいる。すごい嬉しい。これからはもっと喧嘩しようね。私もめんどくさいって言っちゃったけど、あれも良くなかったなって思った。ごめん。よし、じゃあ買い物行こう。ほらほら立って。早く。そんな焦んなくてもって違う。早く二人きりになりたいの。だから早く帰ってきたいの。顔赤い。うるさい。ほら行くよ。